氏に僕が姉に女装させられた時の写真送ってって頼まれたけど、どうしよう。あいつ変なことに使いそうで怖いんだよな。送る？やめとく？でも送らないと宿題の答え見せないってうるさいし。あーもうしゃあない。絶対誰にも見せないでよっと。行け送信。え、まことくん、おーたらちゃん、送りとき間違えた。あれ、まこと似合ってる。いや、クラスのグループラインだ。やばい、みんなに見られた。絶対誰にも見せないから安心して。違うの違うの、勘違いされてる。かかしに言っただけなのに。もうばあちゃんに見せちゃった。早くない？でもばあちゃんならいいよ、ギリ大丈夫。みんな何言ってんの、この写真まことしと全然違くね。よかった、竹中くんフォローしてくれてる、ありがとう。どう見てもまことしのお母さんでしょ。どう見ても違うでしょ。授業参観で見たことあるでしょ。もっとびっくりだよ。それ本気で言ってる？え、おじいちゃんじゃなくて。もっともっとびっくりだよ。若いおじいちゃんだな。おお、確かにおじいちゃんっぽい。マジで？ザ学生って顔してるけど。え、結局のところ誰なの？言ってごらん。なんで僕から言わせるの？恥ずかしいな。僕だよっと。すげえ。反応薄いな。自分から聞いといて。すげえ。やべえ。こっちは反応濃いな。そんなテンション上がることか？どっけれど見てもお母さんだけどな。まだ疑う？その根拠は何？本当にまことくんなんだ。似合ってるよ。やべー。あれ？思いのほか評価いいぞ。なんか自信湧いてきた。本当にありがとう。あ、SNS で拡散したのね。それはやめて。そこまでの自信はない。もっと写真送ってよ。カードにして売るから。何しようとしてんの？絶対ダメだから。じゃあ僕は先生に卒アルの写真これにしてもらえないか頼んでみる。勝手に頼まないで。おかしいだろ、僕だけ卒アル私服で。はぁ、みんな勝手なことしないといいけど。あー、まことクラスの LINE で送ってたのか。サンキュー。やっとたかし見た。たかしが送ってって言わなきゃこんなミスしなかったんだから。どういたしましてと。送信。いいね、めっちゃいい感じ。マジでありがとう。よーい、こんにしてる。チャンネル登録よろしく。にしよう。ちょ、何勝手にアイコンにしてんの？あー、かわいい。やったー。じゃなくて、さすがにそれはダメだって。クラスの人以外にも見られるから。私もすごく気に入った。いや、さーくらちゃんも。さくらちゃんなら全然 OK です。どんどんアイコンにして。じゃあ僕も。いいね、これみんな変えてる。やばい、僕が大量生産されていく。今お母さんにこのアイコンのこと聞かれた。とうとうクラス以外の人に見られた。恥ずかしい。でもちょっと反応気になってる自分がいる。私の次に可愛いって褒めてたよ。お母さん自分大好きだな。でもマジか、そんな可愛い。僕もアイコンにしようかな。うちのばあちゃんも孫と犬と虫と微生物とダンボールの次に可愛いって言ってたよ。結構低くない？ダンボールの次？でもこれ勝手にアイコンにしてていいの？いいよ。何勝手に答えてんの？もういいよ。なんか吹っ切れた？いいよ、この写真は好きに使ってでた。マジか。じゃあ背景切り取ってマコミーム作ろう。マコミーム？猫ミームみたいな？絶対流行らないだろ。おー、 SNS に載せたらめっちゃ反応きた。マジか。どれくらいいいねついたの？いいね。薄くない？どこがめっちゃ反応きた？なの？期待させないで。私もこの写真可愛すぎて印刷してご近所さんに配ってる。こんなおすそ分け？もらった人困るでしょ。でもなんか今日は自分にすごい自信がついたな。ミスだったけど結果的にクラスの LINE に送ってよかったかも、なんて。よし、そうだ、この際この間めっちゃいい感じに撮れた自撮りも送っちゃおう。うんうん、これなんていい感じ。みんなこの写真も使っていいよっと。送信。うーん、それはちょっと、なんか違う。いや、調子乗りすぎちゃった。やってらんない限界です。毛と毛と白黒つけましょう。お遊びはここまで。ゴングが鳴り響く。